どうも、白石秀則です。このチャンネルは43歳の田舎に住む音楽家、そしてシンガーソングライターの白石秀則と猫3匹との生活や音楽制作、映像制作、そして自分の音楽の研究談を話してみたり、弾き語りをしてみたり、オリジナルを披露しているチャンネルになります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。いや、ほんとね、もうすぐあと約500人でですね、1万人に登録者数の方が到達します。本当にね、それもこれも視聴者さんがね、こんなおじさんのね、今最近で言うと本当リアクション動画、本当ね、事故のような、ずっとね、BE:FIRSTを見ている、 BMSG のアーティストを見ている、こういう動画をね、見てくれているおかげでございます。本当ね、マナーのいい視聴者の皆さんが集まってくれているおかげでですね、こんな事故のような動画でもですね、チャットの方が盛り上がってですね、僕のことを忘れてチャットの方が盛り上がってくれることが本当僕は嬉しいです。本当ね、このチャンネルは僕が好きなことをこう皆さんと共有したいというコンテンツですので、これからも自分のね、弾き語り、まあ往年の昔のね、曲を弾き語ってみたり、自分のオリジナルを弾き語ってみたりでね、ちゃんと作品としてもオリジナルのね、曲を作って披露してみたり、雑談してみたりですね、まあ、猫3匹もいるのでね、猫ログもしてみたり、いろいろやっていきたいと思いますので、ぜひともね、1万人登録したらいろいろやりたいこと、企画も考えてますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。今見ている方でチャンネル登録まだの方は、ぜひこの下にあるチャンネル登録ボタンをポチリとお願いいたします。はい、というわけで今日はいよいよ BE:FIRSTメッセージのミュージックビデオを見ていきたいと思います。 BMSG フェスね、見てね、本当感動してですね、まあ、ベニューの101でも感動させてもらって、彼たちの成長はもう本当素晴らしいなと思っています。で、ようやくメッセージのミュージックビデオ見れる日が来ました。皆さんね、タイムラインとかで盛り上がって、ツイッターのね、方で盛り上がってたので、見れるのをすごく楽しみにしてました。なんか謎解きみたいなのがあるみたいな感じも言っていたので、ちょっと1回目ね、しっかり見ていきたいと思います。まあ曲は間違いなく名曲なんで、すごい楽しみにしていました。ではね、見ていきたいと思います。せーの、ポチリ。このイントロがかっこいいね。シンセのギターなのかな、これはね。綺麗な映像。あら、可愛らしい。あ、マナティ、レオレオね。あ、ここのことか。ネクタイ似合うね、リョウキ。言葉じゃ足りなくて、でも言葉をかき集める瞬間の沈黙のその向こう側に伸ばして交われて、約束は儚くて見失わないように離れないで、君じゃなきゃやだよなんて当たり前だ。どんなドラマ、ムービー、漫画、ミュージカルだって絶対比べるのは無理さ、ずっとファンタジー、ずっとリアル、目と目が合って言うよ、いいかい、こっちにおいで、ずっとそばにいて、君しかいないから、もう二度と話せやしない君を、世界を振り切った痛みと踊ろう、余計にキスをしよう、星に願ったりしない、もう一度生まれてきたとしても、
え、全くわかんない。どうしよう。え、全くわかんない。何？どういうこと？ん？ To be continue なの？どういうこと？え、もうみんなあれでしょ、相当僕感が悪いっすね、多分全く分かってない。じゃもう一回見ていいですか？何？どういうこと？なんか別れの曲なの？もう一回歌詞をしっかり聴きながらもう一回聴いてみますね。多分本当俺トンチが悪いんで、多分みんな皆さん多分いろんな見解をされてると思うんですけど、俺全く何もたどり着いてないかもしれない。もう一回いきます。ん？みんなで見てるよねこれをね。だから思い出なのかな。今誰が走ってきた？シュント。交われて約束は儚くて水のないように離れないで、君じゃなきゃやだよなんて当たり前だろ my baby。 どんなドラマムービー漫画ミュージックだって絶対比べるのは無理さ、ずっとファンタジーずっとリアル、目と目が合ってるよ。いいかい、こっちにおいで、ずっとそばにいて、君しかいない。こうかっこいいね。わかんないわ。え、どういうこと？え、だってあのね、マナトのあのスマホにね、シュンとか見てるスマホの画面にあのイーっていう顔、あれはねツイッターで見たんだよね。なんであの顔チョイスしてんだろうみたいなのは見たんですよ。ちょっと待って、ボーイズラブではないでしょ。三角関係
七角角関係じゃないでしょ、別にそんな簡単な問題じゃないよね、多分ね。誰かじゃあ映ってないけど女の人がいるわけ、え分かんないわ。最後だってジュノン悲しそうだったでしょ。でマナタバラを花束を渡すでしょ。ソータは誰に案してんの、竜兵は誰に失恋してんの、まあ、レオもちょっと悲しげだったし、シュントも悲しげだったし、リョウキも悲しげ、なんか悲しげなシーンも結構あるじゃん。わかんない。ちょっと皆さんの多分いっぱい見てきてると思うんで、皆さんでチャットで多分ね、皆さんこういう考察されてると思うんで、僕それを見てもう一回見たいと思います。はい、僕全然今わかんないです。うん、なんかまあミュージックビデオとしては本当すごい綺麗な映像で綺麗な彼たち映ってて素敵なんだけど、もう謎解きって考えて見ちゃうと全く分かんない、俺全く勘が働かない。多分皆さんの方が多分すごいと思うので、皆さんのそのチャットとかねコメントを見てちょっとその考察をこう見てもう一回ね見させていただけたら嬉しいなと思います。はい、悔しいかな、僕全く分かりませんでした。みんなの考える考察を教えていただけたら嬉しいです。はい、というわけでね、今日は BE:FIRST メッセージミュージックビデオを見させていただきました。はい、今日はですね、こちらの方手に入れたのでこれを着てやりました。はい、ただただおしゃれなんで普段着もできるかなと思ってます。イエイイエイイエイ。はい、こんな感じ。悔しいな、全然分かんなかったな。はい、でも曲がね、本当ダミと踊ろうのとこ本当好きな、歌詞もねすごいドーンとこう突き刺さるんで、メロディーと相まってね、本当素敵な曲で、本当にこれはね、BE:FIRST の名曲だなと、名曲の一つだなと思いました。はい、というわけで今日は BE:FIRST メッセージミュージックビデオを見ていきました。全くね、謎解きとしては全く謎も解けなかったんですが、本当にミュージックビデオ素敵でした。次はね、BMSG のニューチャプターのミュージックビデオをね後日見ていきたいと思います。これからも何卒白石秀則よろしくお願いします。今日もありがとうございました。白石秀則でした。ブン。